Thank you.
初めてだよな、こっちで会うの。真田新田だ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし。ほら、イケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたラビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局、どっちも見つからなかったぜ。それどころか、一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでも、ハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ。ラビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちに、プレゼントだぞ。これは、世界を変える力だよ。デジモンってハッカーが使うやばいプログラムなんだよね。
珍しくもないし。
安心するといい。僕は人間じゃない。この絵でちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くため、君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわば